はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。ティブログです。日曜日で名古屋は皆さんが名古屋モーニングを食べます。でも誰かが朝起きれないから、私たちは基本的に普通のモーニングいつも逃しちゃう。今何時でしょうか？今12時です。あ、12時？もう全然モーニングの時間が終わりましたよ。ランチタイムです。おお。名古屋は運転が荒いので皆さん名古屋に車で来る方はぜひ注意してください。そう、ここは怖い、私は運転しない。初心者の方は絶対やめてください。はい、モーニングの話に戻ると、はい、私は夜までモーニングをやっているお店を見つけました。普通に12時過ぎでもモーニングが食べれるレストランがこの名古屋駅にの近くにあります。行きましょう。来ましたよ、これだよ。三井ビルディングのめちゃめちゃなんか新しいおしゃれな建物にこんなに昔ながらのカフェがあるよ。リオンさん、もう本当に中の雰囲気も結構いい感じだね。すごいね、名古屋のど真ん中に昭和が紛れ込んだみたいな、すごいいい感じの雰囲気が。で、モーニングがこれです。他の動画でも説明してたけど、何の飲み物の注文に対して無料の朝ごはんがついてくるっていう感じです。で、ここのお店だと6種類から選べる。やばくない？ A、B、C、D、E、F。 うん、すごいね。一つがトーストプラス卵、もう一つはフルーツプレスサンド、オグラアンプレスサンド、ピーナッツクリームプレスサンドで、これ珍しいよ、ポテトのプレスサンドって感じ。あとは野菜サラダのプレスサンド。でも、どれにしようかな。でも私もこれしかないと思ってたらもっとありましたよ。あ、本当だ、モーニングセット。うわ、オグラトーストセットもある。美味しそう。卵野菜サンドセット、ホットドッグ、小倉モーニングセット。あ、これめちゃめちゃ美味しそう。小倉のメニュー多いね。小倉モーニング、小倉トースト。そうだね、まあ名古屋ですからね、名古屋のモーニングといったら小倉トーストです。そうトーストの上にバターと小倉あんを乗っけて食べるという、うん、でもこっち側は本当に完全に無料ということで、こっち側はもうプラス小さい料金でついてくるみたいな感じ。ちなみにモーニング以外にもランチをやってる、なんか一日中モーニングをやってるのにランチをやってるのはどういうこと？すごいじゃん、普通にハンバーグとかさ、味噌カツとかエビフライ定食とか名古屋飯がいっぱいある。名古屋飯でしょ、全部で。ちなみにこっちには、あ、なんかデザートもあるっぽいね。パンケーキ、いやでも今日はこうデザートを食べる感覚でモーニングを食べるでしょ。カフェオーレにレモンスカッシュに C セット。無料でついてくるモーニングセットで、こっちはプラス300円、400円ぐらいのモーニングセット。これめっちゃ美味しそう。340円。そうで、これ卵サンドに卵をつくのもなんか名古屋って感じ。じゃあまずはこれから食べる。すごいね、卵サンド。なんかあれ綺麗だよね、断面がめちゃくちゃ。そうそう、カリカリだね。うん、そう、もうすごいカリカリになってて、サラダとケチャップと卵丸ごと、本当にめちゃめちゃいい組み合わせ。早くではでは、卵パンパンな、いただきます。うまっ。じゃあ私よりいい食レポをして。本当に確かにケチャップがめっちゃ美味しい、ね、ケチャップがすごいいいアクセントになってる。卵と野菜をケチャップで全て包み込んで、そしてこのカリカリがいいね、また。そう、なんかめっちゃ
薄いね、うん、この端っこのさ、あれもいい、カリカリのところがマジで美味しい。タカに卵をあげるから私はサラダを食べる。社長、卵じゃなくて卵だよ。誰も気にしないらしい。皆さん卵に何つけますか？塩ですか？それは塩です。マヨネーズもいるよ。嘘、うん、ドイツに誰も卵にマヨネーズをつけます。何、一口のものなの？うん、うん、うまいよ。もちろん一口で食べるべきだよ。うん、またすいません、あの特製ランチを一つ注文してもいいですか？ランチなんですけど平日のみになっております。あ、そうですか。申し訳ございません。残念、平日に来なきゃいけないってことだね。ちなみに名古屋だとこういうコーヒーとか頼むとこういうおつまみがつくんだよね、一品、簡単なものが。でもこれが名古屋だけの文化なのか、東京とか大阪とか、まあ、九州の方とかつきますか、こういうおつまみ系。コーヒー頼んだらおつまみ一品。俺名古屋でしか育ってないからこれが当たり前になってるけど、もしかすると他の県行ったら出ないかもしれないね。皆さんどうですか、コメントで教えてください。じゃあ小倉トーストのパンです。ここの特徴は小倉サンドということだね。普通はこのにめちゃめちゃ厚切りのトーストの上に小倉を塗るけど、ここは挟んでるって。そうだね、カリカリパンで挟んでるもんね。変に甘くなくて、やっぱこのカリカリがいいわ。このカリカリと、うん、美味しい。あげないよ。どうだ。ケチ。信じられないよ。いつも俺はあげるよ。うん、レナ社長はいつもくれないけど、俺はいつもあげるよ。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。すごいね、平日違う、今日曜日もうボケてきた。そういえばまだ寝起きですので休日なのにめちゃくちゃ混んでる。名古屋駅ってこうバンバン人が入ってくるね。平日多分もっと混んでると思うよ。この辺で働いてるサラリーマンがみんな来るから。いや、このコストパフォーマンスは名古屋の中心にあるのが、ね、なかなかないよ。700、800円ぐらいでランチを食べれるのが。確かに田舎プライスだよね。そう、なので平日に来る方は時間帯を気をつけないと多分入れないと思いますので。ああ、そう、今度だから週末にこのモーニングをゆっくり楽しめるのが一番いいと思う。今も満員です。モーニングは6時まで楽しめるから。そうそうそう、だからいつ何時に来ても名古屋駅でちょっとモーニングを食べてみたいという人はこのリオに来て食べるのもいいと思う。なんかもうすっごいアクセスが良くて、ここに直接名古屋駅につながってるよ、ね、全然外に行ってなくていい、よかった。ここから地下街に入れます。そう、なんか名古屋の地下街が日本でなんか有名だよね、名古屋の地下街。これ出口 何出口なんだろうね。後でそっちで見るか。なんか三井ビルジングじゃない、なんとか出口からもうすぐ出て、そうそう、ね、あそこ地上でリオンがあるから雨に嵐の日でも雪の日でも濡れずにリオンさん行けますよ、これ。すごいよ。ここの名前は名古屋三井ビルジング本館っていう出口かな。名古屋の地下街です。そう、なんかここはなんか昔ながらのところだね。そうだね。でここにもめちゃめちゃちらほらにカフェがあって、まあ、本当にあの名古屋にカフェの量が半端ない。カフェだらけだよ、マジで。そう、カフェだらけ。あ、山本屋。あ、ここは持ち帰りができるよ。山本屋があります。味噌煮込みうどん、名古屋名物。めっちゃ大きいコンパルがあるよ。コンパルもちなみに有名な名古屋の喫茶店。これも美味しいモーニングやってるよ、このカフェ。エピシェール。何ですか？バレました。エピシエールで菓子パンを買いました。今パン食べたばっかりだ。ちょっと帰ったらデザートとして食べようかなと。やばいよ、めっちゃ美味しそうじゃない。やばいやつだよこれ。ニューヨークチーズケーキなんとかパンと
カスタードふわふわパン、めっちゃ美味しそうなやつもいっぱいあるよ。今食べたばかりです。はい、ということで後ろにもずっと地下街が広がってます。そう、あの名古屋駅周辺に地下街があのいくつかがあって全部つながってるから、めっちゃすごいネットワークになってる、ね、マジこれね迷子になりますよ。ならない、よく俺迷子になるもん。どこに行けばいいか分かんなくなるから、酔っ払ってるから、結局地上に出て自分が今どこにいるかを把握するっていう。いや、私はめちゃめちゃ把握してる。めっちゃむずいよ名古屋の地下街。はい、私たちはこの動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。